広大な大地に雄大な自然が広がる北海道。この北の大地にはカムイが住まういくつものパワースポットがあるという。果たしてカムイのパワーは冴えない男たちに何らかの光明を与えるのだろうか。本日はですね、北海道のパワースポットというわけでですね、前回ですね、佐渡俊と私が東別町にあります見晴らしの伊豆松というところに行きまして、そこで提示を受けました数字で競馬挑んだんですけれども、見事にね、佐渡俊の馬が出走した途端に落馬するという、本当にパワーをいただいてますよね。いや、馬にちょっとパワーが伝わりすぎたな、本当に。最終回ぐらいのオチだったじゃん。このままじゃね、北海道のパワースポットの力がね、ちょっとどんだけあるかってことがわからないので、いろいろ回って検証していきたいなと思っております。今回行くところはですね、前回も行こうと思ったんですけれども、今回リベンジというわけで、石狩市にあります、千本奈良というところにね、行きたいと思います。で、今回もですね、そこで、掲示を受けた数字3つ、その3つの数字で1000円分の馬券を買いまして、私たち、金持ちになりたいと思います。懲りないね。懲りない。どうしよう、金持ちになったらどうすっかな。そうでしょ、うん、もう皆さん仕事辞める準備はできてますか。あー、辞めるよ。大丈夫です。そんなうんぷてんぷに任せてパクるから。すごい鹿が鳴いてる。鹿鳴いてるね。ピヨーイピヨーイ。千本なら新二本目、寒いね。寒いよね。あー、なんか空気が澄んでるね。そうだね。あ、すごい。あー、なんか御神木感あるね。千本奈良は新日本名木百選に選定された推定樹齢800数十年、幹回り4メートル80センチ、樹高18メートル級の大木で、多くの枝が空に向かって伸びている姿が千手観音の手が伸びたように見えることから千本奈良と呼ばれるようになりました。パワースポットとして有名になり、年間約5000人ものファンが訪れているそうです。賽銭箱もあるんだ。最初はいくら入れます。これね、46円。45円じゃなくて、じゃあ俺は30円。おそれは何か理由があったのかじゃ。ない。30円。61円。みんな微妙だね。61円。それでは皆さん、このご神木からね、啓示を受けていただくべく、皆さんそれぞれの。じゃあやりますか。うん、それぞれお願いします。だいぶ話し込んでますね。そうっすよね。会話が必要だから。あ、なるほどね。お伺いした数字、3つが5、8、13。どのように言われました。俺いつもそれだよって言ってました。ズバリ、3、7、12でございます。どのように教えていただきましたか。なんかね、こう霞の中にね、こう見えてくるんですよ、どんどん。ダラーガンガン。最初合わなかった全然、ガーッつって、で3、7、12のタイミングでもビガーッ。
私の数字は9、11、15です。あら、一体どのような内容で。私、北海道で YouTube を配信しているヤイアンですと、まず最初にご挨拶させていただきまして、これからですね、千本なる様の力を全国に配信しようと思っております。お力をお貸しくださいって言った瞬間ですね、9、11、15、帰れと言われました。すごくサバサバしておりました、千本なるさん。数字この専門ならからいただきましたので、ね、その数字に従って馬券を購入したいと思います。はい、それでは次はレース結果から。結果の方を確認したいと思います。よし、馬券はですね、私が代表して3人分買ってきました。ありがとう、ありがとう。前回3連単だったんですけど、今回当たりやすさ重視でプクにしました。プク1000円、みんな1点買いしました、それぞれね。確認したいと思います。はい、まず僕ヤンヤン9、11、15なんですけど、馬がピースオブエイト、ソウルラッシュ、ダノンスコーピオン、まあ、でも260万円の26万円です、僕当たれば。で続いてサトシュン、3番ダノンザキット、7番ジャスティンカフェ、12番ホーオーアマゾン、304万円です。304万円。そしてアキラ、はい、5番サリオス、8番ロータスランド、13番エアロルノア、当たったら591万円手に入ります。すげえじゃん、すごい。しゃあ、まあでもでか金額がでかくなるほど当たりにくいってことだよね。じゃあ人気はないっていうことだ、ね。そうだね。で、あと3連複で一番人気の馬券の組み合わせが4、5、6でした。20倍オッズが、1000円買っても2万だね。2万ぐらいしかなんないって考えたら割と俺ら当たりにくいってことね。あ、そうだね、だいぶ、だいぶだね、だいぶだね。でもね、ちょっとびっくりしたんだけど、2番人気で 20.8 倍なんだけど、4、11、15が2番人気に入ってて、俺11、15買ってんだよ、ね。で、それが9になると僕当たります。いや、悪くないぞ、それ。悪くないね。うん、それを踏まえてレースを確認したいと思います。はい、スタートしました。落馬やめてくれまして。まず並んでいく8番ロータスランド、9番ピースオブエイト、3頭戦乱、4番手6番ソダシ、外からかわしていく12番コーアマゾン、4番手に そしてインコース1番バケンドオリオンです。あのオチはもう今後ないよね。ない。6番のダノンスコーピオン、直後2番シネルマイスターは中断です。上がっていく17番ファルコニア、これから3コーナーへと向かって、あとは11番ソウルラッシュ、インコースは5番とサリオス、その後ろに10番セリフォスが行って3コーナーカーブ、並んでいく13番エアロロノア、さらには7番13させるか、後方に16番ハッピーアワー、最後方14番ベステンダンク、 600m35 秒1の通過、3コーナーから4コーナー。さあ先手を奪ったのは17番ファルコニアです。 1600m だからちょっと短いね。2番手は9番ピースオブエイト、3番手は12番ホーオーアマゾンです。4番手外に6番ソダシ、そのうちに8番ロータスランド、4番手のインコース、これから残り 600m4 コーナーカーブ。ソダシってすごい効くような最近ね。さあ固まってきて、これから4コーナーを回って直線に向いています。先頭17番ファルコニア今直線に向いて、リードは1馬身半。2番手は9番ピースオブエイト、9来てる、3番手インコースから8番ロータスランド、さらにいやいや、ぶつかっとるな、ぶつかっとるな、13番くん5、6番手の一戦伸びはどうか。ああ、ぶつかってんな、させるか、13もぶつかってんな。やめてやめてやめて、9戦させて、ロ11伸びてきてる、ぶどよぶどよぶどい、先頭ロータスランド、させ9が落ちてきてる、いけ、一気に先頭に変わった、抜けた、おお、10番、10番誰も買ってない、誰も買ってない、誰も買ってない、ザキットが上がったか、誰も買ってないね、誰も買ってないです。よし、もう石行こう。